あなたはお米を食べると太ると思っていませんか？この動画をご覧いただきますと、あなたは美味しくお米を食べながら健康的で綺麗に痩せることができるその方法がわかるんですよ。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただけますと嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が実践しておりますこの腸活ダイエットの簡単で分かりやすい方法、動画4もプレゼントしております。ぜひそちらもお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それではここから1つ目の項目、なぜそもそもお米を食べると太ると言われているのか、その理由なんですね。もちろんこれは事実です。残念ながらですね、お米というのは糖質がもう高いわけですが、特に白米ですよね。そういったものはこの糖質の取りすぎることでその中毒になってしまうんですよね。もちろんお米もそうですし、甘い食べ物等々を、まあ、どんなものにも大なり小なりこう糖質って含まれています。ただ適量取ればよろしいんですが、取りすぎてしまうとその中毒化してしまうんですよね。私もそうだったんです。もうとにかく毎食後デザートは欠かさず、間食もしっかり食べて、お風呂上がりのですねアイスも欠かさないみたいなね、そんな人だったんですけれど もう今ではもうその真逆なんですよね。なぜかというと、私はこの糖質中毒から抜け出すことができてからなんです。そのためにはですね、やはり糖質を上手にコントロールする必要があるんですよね。そうしないと糖質中毒に侵されているままですと、あなたの脳がですね、糖質を欲しい欲しいって指令をね、まあ、わざわざね、いらないのにこう出してくるわけなんですよ。食べたくないな、食べたら太るなって分かってるのにもやめられないっていうのはもう中毒ですよね。気がついたら、例えばストレスで、私のねクライアントの方もいらっしゃるんですけど、先生またやってしまいましたって自己嫌悪でもいらっしゃるわけです。サロンにどうされましたかって聞いたら、もうとにかくストレスで、ちょっとコンビニに寄ったらですね、チョコレートの、まあ、袋があったと。ついつい行けないから買ったから買ってしまい、まあ、最初はね2、3個にしようかなと思ってたのに、もう気づいてもうバクバクって気がついたらしいです。ファミリーパックの大袋のチョコレート1人で全部食べちゃいました、たった一晩ねみたいな。すごくわかりますね。私も過去、もう以前の私でしたら、もうケーキワンホールいけてましたもんね。もうとにかく全然平気っていうですね。いやー、いかがですか。やはりね、その中毒になるとそのようなことになってしまうんですよね。そうすると結局、あなたがいくらいけないって思ってたとしてもですよ、でもあなたの脳はそうはいかないわけです。食べなさいっていうわけですよ。それを繰り返してしまうと結局中毒になってしまう。でこの中毒化を断つためにはやっぱりですね、本当は1週間ぐらい糖質完全カットされてもいいっていうぐらい、そういった方法もあるんですけども、今回はそうではないですよね。糖質は取りながらもどうやって痩せることができるのかっていうお話ですが、まずこれ前提として覚えておいてくださいね。もちろん糖質を取りすぎてしまうとこうなるんですよってお話でした。そしてこの糖質中毒になっている方っていうのは、このインスリンとホルモンが正常に動いていませんから、このインスリンがもうどんどん糖質を取ることで出る。そうするとどんどん体に脂肪を溜め込んでいくっていう、そのもう悪いサイクルですね、もうハマっていってしまうわけですよね。そうすると結局このインスリンっていうのがですね、特にわざわざですよ、しなくてもいいのにわざわざ脂肪を特にお腹周りに溜め込むっていう性質があるんですよね。なので例えばあなたがもう最近お腹だけが気になると、結構スリムな方なんだけどお腹だけっていう場合は、結構インスリンの影響を受けている可能性がありますから要注意ですよ。ここを放っておくとまたますますこのスパイラルに入ってしまいますから、ぜひ気をつけてくださいねということをお伝えしたいと思います。はい、それではここから2つ目の項目では、一体糖質を取りながらもどうやったらそのお米を食べながらですね痩せることができるのかという、その痩せる食べ方についてなんですけれども、何を食べればよいのかということで、今回私がお勧めしたいのはこちら、玄米とプラススーパー大麦、まあ、別名バーリーマックスと言いますけれども、この2つを組み合わせた糖質ではお米を召し上がっていただくと、あなたは
糖質を取ってるんだけれども太りにくいものをその手に入れることができるんですよね。なぜかと言いますと、こちら玄米というのはもちろんお米と同じですから糖質はあるあるんですけれども、お米と違うのはですね、白米と違うのは低GI値食品だからなんです。なので同じ糖質量を取るんですよ。取るんだけれども、一方で白米はバーンと血糖値が上がって、その間に脂肪をバーッとですね吸収して溜め込んでしまう。で逆に玄米はその血糖値の急上昇がないんですよ。ゆるゆるゆるっとね、のんびりゆっくりしてくれるわけですから、その溜め込む暇がないわけですよね。なので同じ糖質を食べながらにして、一方では太る、一方では太らないっていうのがこの玄米です。で私も玄米食者なんですよね。もう昔はもう本当に白米ならぬ、その一番太るこうパンとか菓子パンとかケーキとかね、小麦製品とかいっぱい食べてたんですけれども、今はもうほとんど食べないです。いただければ美味しくありがとうございます食べるぐらいで、自分では買わないですよね。それぐらい小麦系食べていません。また白米もやめてます。そして私が何を食べてるかというと、1日のうち私がこの玄米ご飯を食べるのは朝ご飯の時だけです。で昼夜は私ご飯系取らないんですよね。いかがですか、あなたもだんだんおできになりますからね、別動画でプチ断食16時間空腹時間ファスティングというのをお伝えしているので、ぜひ参考にされてみてください。それを掛け合わせるとこのように体型もキープできて、健康で綺麗な状態もキープできるわけなんですよね。なので私の朝はその玄米とこのスーパーオムニのセットのご飯しか食べない。昼夜はお米は抜きです。そしてこの玄米が良いところは食物繊維が豊富、これが大事。白米はですね、もういろんな栄養素を削ぎ落とした最後の残りかすみたいな、申し訳ないんですけども栄養価もない、太るいいことないんですよね。それに比べてこの玄米はそのまま栄養が残っていますから、痩せ菌と呼ばれるその腸内環境に住み着いている善玉菌の大好物になるんです。食物繊維を上げることでその善玉菌がいつまでも生き続けて居残ってくるわけですよね。そうするとあなたは痩せたいになることができるんですよ。なぜかというと痩せ菌が増えれば痩せ菌が好む食べ物をですね、食べたくなる味覚に変わることができるんです。そうすればどんどん痩せたいものが食べたくなる、自然に。すごく大事、ここ根本的なお話ですからね。ですのでゲームを食べることで血糖値が上がらない、しかも食物繊維が豊富、栄養価も豊富ということで、栄養バランスが取れていれば腸が元気に動いて、血管ホルモンのバランスも整って、あなたは先ほどのネコホルモンと呼ばれるそのインスリンをですね、増やす必要がなくなってくるわけなんですよ。そして玄米も効果があるんですが、さらにすごいのがこのスーパーオームディマーリーマックスを一緒に炊くなりトッピングするなりですねしていただくことが、もうこれすっごくおすすめなんです。もうごっそりお腹の大掃除になります。なぜかというと、こうやって食物繊維がもう通常2倍、大麦が自体がもともと多いんですけれども、大麦の食物繊維が2倍入っていて、レジスタントスターチというこの腸内環境ですね、その痩せ菌にこう隅々まで届けてくれるその食物繊維がめちゃくちゃ多いんです。普通でしたらいろんな食物繊維あるんですけれども、腸の入り口でもう終わってしまうものとか、中間ぐらいでもう息絶え、息絶えてって言ったらね、かわいそうなんですけど、もうここまでしか進みませんみたいなね、食物繊維がある中で、このスーパーオムニバーリーマックスは、もう最後の最後まで、隅々まで、このですね、腸内環境を整えるものを届けてくれるわけなんですよね。ですからもともと野生効果がある玄米プラスこのスーパーオームでマーリーマックスをセットで召し上がると、同じご飯糖質をとっているにもかかわらず、確実にあなたは美味しく食べながら痩せることができるんですよ。はい、それではここから最後の項目です。3番目、どのように食べればさらに痩せることができるのかという具体的な食べ方についてご紹介したいと思います。私は実は別動画で先ほどの玄米とスーパーオームギバーリーマックスですよね、をそのおすすめしたその商品、こちら今日もお持ちしてるんですけれども、玄米とスーパーオームギご飯ということで、こちらレトルト食品なんてすごく便利なものがあります。よくね、別動画でもこちらご紹介してお話ししてるんですけれども、ダイエットあるあるでご自身はしたいんですよ。もう玄米も大麦も好きで食べたいのにもかかわらず、ご家族が反対するっていうね、このパターンね、
いかがですか？あなたのご家族もいかがですか？ご自分はこれに変えたいのに、ご主人がもう大の白米好き、お子様が白米が好きとかね、あると思うんですよ。難しいですよね。文句言われたら嫌じゃないですか。何この茶色いご飯みたいなね、白いのが食べないって言われたら、はぁ、思って、やっぱり優しいあなたはですね、どうしてもそのご家族の意見にこう合わせて差し上げてですね、ご自分のやりたいことを諦めたりとか我慢したりとかしてないですか？そんなあなたに朗報なのがこちらなんですよね。一食分といいますか、あなたのための専用のご飯を買ってしまいましょうってことなんですよね。これがいいのは1パック1食ぐらい食べ過ぎですよ。1パックで 150g 入ってますから、例えばアスリートの方とかね、すごく運動頑張っていて、そういったエネルギーが必要な方も1パック食べてもいいかもしれませんけれども、例えばあなたが5キロ10キロと太っていらっしゃって、なんとかしたいこの状況って思ってらっしゃるのであれば、食べ過ぎです。1回に1パックは食べ過ぎ。私がおすすめするのは、だいたい半分、2回か、できればないときは3回目分けていただいて、3回に分けても本当ね、もう先生それ何？なんか離乳食ですかみたいな、ね、量になってしまうと思うんですけど大丈夫です。その時はですね、お粥とか雑炊にして召し上がっていただくと、ものすごく量をかさ増しできますし、満腹感を得られますから、できればこういったお米を食べる時はですね、あなたもお粥とか雑炊とかふやかしてもらった方がいいですね。なんでかっていうとですね、水分が入れば入るほど満腹感にすごく得られやすいですし、そもそもかさ増しますから食べた気になります。ただ陽一になるのは、柔らかくなってしまうとついついこう飲み込んでね、こうサラサラって食べてしまうので、よく噛まないということになります。噛まないとダメです。噛まないと太ってしまいますから、かさ増しして水分も増やし、しかもここで噛むっていう作業をされると、確実にこのご飯をお米を食べながら痩せることができます。よく噛むとですね、このレプチンっていうその作用が働くんですよね。これも食欲をまず抑えてくれる。しかも噛むだけであなたは体重を上げることができます。ただポイントがありまして、食べ始めてからやっぱり 2,30 分経たないとこのレプチン働いてくれませんから、例えばあなたがガブガブっとですね、10分程度で食べ終わってしまったら、まだ 2,30 分経ってませんから物足りないわけですよ。まあなんか足りない、なんか食後になんか甘いもの欲しいとかね、なってしまうんですよね。私もそうです。やっぱり急いでガバグガバグとか食べちゃうと、なんか足りない、ちょっとね素焼きナッツとか食べちゃおうかな、ドライフルーツなんか食べちゃおうかなって、こう余計な食後のプラスアルファでも欲しくなっちゃうんですよね。なので私が選んでるおやつっていうのは、ドライフルーツとかその素焼きのナッツとかですね、その手作りヨーグルトとかするんですけど、いくら痩せる腸活メニューであっても、食べ過ぎてしまえばカロリーオーバーですから、やっぱりそこはセーブしたいわけですよね。気持ちすごくわかります。私もそうです。ついつい食べちゃう。そういう時にやっぱりよく噛むこと、量を増やす、後から食べるのをやめてよく噛むことで、結果 2,30 分経ったら満腹になりますから、やっぱりそこをですね、味方につけるためにも、まずこの痩せるお米の食べ方、一つ目はよく噛むことになります。そして次に食べる痩せ方、二つ目なんですけれども、それは食べる順番になります。こちらも私別動画で痩せる食事ということでお伝えはしているんですけれども、今回新たにお伝えしますね。まずは、お料理のメニューありますよね。食べる順番はこう、ともなくその水分が先です。お茶であったりお茶であったり、そういった水分を先にしっかりと飲んでください。でその次に汁物です。例えばお味噌汁であったりスープであったり、そういったとにかく汁系のものをしっかり最初にもう入れてしまいましょうということなんですね。で例えばよくこう学んだのが、三角食べとかですね、そのバランスよくいろんなものを口に運びましょうってあるんですけども、痩せるためにはやはりもうそのものを先に食べ終わる順番がいいと思います。なのでちょっと汁物をすすってからお米を食べるとかじゃなくって、もう最初に全部汁物を食べてしまうっていうのがおすすめです。でその次にお野菜です。しっかりここでお野菜をよく噛んで食べましたら、もうとにかくそれだけで満腹中枢が刺激されて満足なんですよね。でお野菜を食べ終わった後、次に食べるのがお肉やお魚などのタンパク質です。ここもしっかりとよくよく噛んでいただきたいと思います。特にお肉やお魚なんかは消化に負担をかける、イコール腸に負担をかけてしまうと太ってしまいますから、
私はお肉を食べるときはもう100回ぐらい噛みます。もうそれぐらい噛むとですね、もういよいよ口の中からなくなっていきますから、ポイントは噛んで噛んで噛み続けた結果、いつの間にか口の中から食べ物が、あれ？なくなってるなっていうところまで噛まれると、本当にこれね、痩せますし、何よりも普段の量の半分ぐらい経ったら、もう青も疲れてますしね、もういいかなってなりますから満足です。なのでぜひ100回ガミチャレンジしてみてください。でそのお肉お魚が終わった最後の最後ラストがお米です。でもここまで来るとですね、お米もいらないかなって、ね、なります。それぐらい満腹感得られますし、もう先ほどのこれもそうですけど、まあ、ちょっとでいいかなって、せっかく作った雑炊だけど、まあ、半分の量でいいやみたいな感じでだんだんなってきますから、そうなれば締めたものですよね。これをあなたが習慣化されることで、本当にね、私のクライアントの方もそうなんですけど、ダイエット指導してる方がですね、いやもう先生恐ろしいって、私なんであんなに食べれてたんだろうっておっしゃるんですよ。すっごい食べてましたって、よくあんな吐いてたな1回でっていうぐらい、やっぱりこのその原理をですね知ると、もう全然先生食べなくていいですって、よく噛んで食べる順番を守り、その腸活メニューに食材を変えていった結果、すごく満足ですし、もうどんどん痩せてますって、もう飛び跳ねてます、体重計測るたびにとかね、LINE が来るんですけども、本当嬉しいなと思いますね。すごくわかります。だって本当にそうなるんですよ。きちんと取り組めば腸活ってですね、裏切らないですよ。必ず答えてくれる。逆に裏切ると裏切られますから、人間関係も一緒ですよね。ということで、まずは2つ目のポイントは食べる順番でした。で次にポイント最後3つ目、痩せる食べ方ご案内しますね。ではいよいよここから最後の項目、ポイント3つ目、痩せる食べ方は B-1 を味方につけましょうです。何ですかそれはってことなの。要はですね、体内時計なんですよね。あなたが朝起きてからですね、7時間から8時間経った頃に一番この B-1 が活発に、まあ、活躍してくれる時間帯ってことなんです。でこの時間帯に食べると一番太らないんですよ。一番痩せる時間帯なんですよね。でこの B-1 で遺伝子が作るこのタンパク質がその脂肪の蓄積をまあ司っている働きになるわけですから、特にですね、その朝と夜が高いんですよ。で起床後7、8時間経った頃がこの働きが一番低くなるんですよね。ということは、同じメニューですよ、例えばがっつりメニューですよを食べるんです。1日のうち食べるんだけども、食べる時間帯によって太る太らないが変わってしまうということなんですよね。これって知らないとそうじゃないですか。だって同じなんですよ、食べる内容も量も同じなのにって、なんか損した気分になりますよね。ですから逆にそれを味方につけるためにはどうしたらいいかというと、起床後約7時間から8時間後のこの B-1 が一番低くなるときに食べればいいです。しっかり食べればいいですよ。ですから逆にですね、朝ごはん夜ごはんは抜いてもいいということです。その代わりお昼をしっかり食べればいいんですよ。なのでよくこう芸能人の方にも、僕は一日1食ですみたいなね、方いらっしゃるじゃないですか、ガクトさんとか。ああいった方っていうのはしっかり1日1食なんだけども、ものすごく食べてらっしゃるんですよ。すごい食べてらっしゃいます。なのでそれぐらい1日に食べる栄養バランスや栄養素を取ってらっしゃるわけですよね。そして空腹時間を作ることで痩せるわけです。この空腹時間を作る方法はまた別動画でお伝えしますので、16時間空腹時間を作って痩せる方法をご覧ください。そしてお話を本当に申しますけれども、この B-1まあ、君と言いますか、この B-1-3でもいいですけどね、この働き一番低い時間帯、やっぱりね、味方につけていきましょうよってことですよね。なのでもしあなたが最短で綺麗に健康的に痩せたいなって思ってらっしゃるようであれば、基本ベースは腸活メニューでしっかりと栄養とカロリーを取りつつですね、朝はそんな食べる必要がない、できれば夜はお休みされて、その代わりこのお昼から3時頃までの起床から4、8時間経ったこの時間にもうとにかく食べるということをされると良いと思います。そうすることであなたは健康的でその綺麗に痩せることができるんですよね。なので結果、例えば一番この太りやすい糖質、お米系ですよね、その中でも
とまとめますと、白米よりも玄米です。で、玄米だけよりもスーパー大麦をトッピングしたこのスーパー玄米ご飯ですよね。この、まあ、糖質の元があるんですけども、これを召し上がってくださいねってことがポイント一つ。そしてこの食べ方を今お伝えしましたよね。今3つお伝えしたこの食べ方をすることで、さらにその糖質を吸収するその効果をですね、さらに抑えることができますから、ぜひお役立ていただきたいと思います。ではこの動画のまとめです。なぜそもそもお米を食べると太ってしまうのか、その理由について学んでいただきましたね。そして2つ目、一体その太る白米の代わりに何を食べればよいのでしょうかということで、今回はこの玄米とスーパー大麦のご飯をご紹介しました。ちなみに私このレトルト食品はですね、コンビニのファミリーマートさんで見つけました。もしくは今のこの時代ですね、ネットでも購入できると思いますので、ぜひお役立てください。そして最後、どのようにこの糖質を食べればさらに痩せることができるのかということで、まあ、こちらの例で言いますと、一緒に一食食べずに2、3回に分けて食べましょう。しかも水分を含ませるとさらに痩せますから、雑炊やおかゆなどにして召し上がってくださいねってお話をしましたね。そしてポイント3つありましたね。まずはよく噛んで召し上がってくださいということ、そして2つ目は食べる順番を工夫してくださいということ、そして最後3つ目は B01 というその作業を使って一日のうちに一番食べても太らない時間帯味方につけられると、さらに痩せることができますよというお話をさせていただきました。さあ、いかがだったでしょうか。ぜひこのチャンネル、腸活チャンネルですね、あなたの日々のダイエットにお役立ていただいて、あなたがもうますます素敵な笑顔で健康的で綺麗に痩せるためにお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。